マルバハッカの花マルバハッカは、東西ヨーロッパから地中海地域西部に分布する、シソカハッカ族の多年草である。本種は、方向があり、料理用ハーブあるいはグラウンドカバーとして、最も普通に用いられる、出根草である。マルバハッカの茎は直立し高さ30から80センチメートル程度まで成長し、茎は4両型。そで枝によって、クローンの集団を形成する。 葉は明緑色で耐性。京卵型からやや卵型。無柄長さ3から5センチメートル。幅2から4センチメートル。髪型ではところどころ毛深く。ノコギリ葉を持ち綿毛に覆われる。花序は水上で長さ4から9センチメートル。白や薄紅色の花を多数輪生状に構成する。花期は生花から晩花。丸葉八花はフルーティーな八花の方向を持つ。 マルバハッカは南及び西ヨーロッパ原産であり、ヨーロッパ中部及び北部に帰化している。日本やニュージーランドにも帰化している。葉に白いブチが入ったアップルミントの変種パイナップルミントマルバハッカは、しばしば園芸植物としても扱われる。マルバハッカは直射に効果または明るい日陰を好み、丈夫で容易に繁殖する。この植物の葉はアップルミントとして、 クスクスのような料理における香りづけや、アップルミントゼリーを作るためにも使われる。また、しばしば、ミントティーや、サラダや付け合わせにも用いられる。マルバハッカは、侵略的な植物であるため、開放系で栽培するときは、普段の注意が必要であるマルバハッカの栽培品種で、ある、パイナップルミントは、葉が白いフ入りであり、グレープフルーツミントから派生した、交雑種である。 マルバハッカはスペインや大部分の南アメリカ諸国でイエルバブエナと呼ばれる。これは良いハーブという意味である。マルバハッカはアメリカ、アジア、ヨーロッパ、アフリカを含む世界の多くの地域で千年にわたって薬草として用いられてきた。ありがとうございます。